はいどうもりょういちです。今回はザ・ファースト・ディセンダントの巨神デス・ストーカーの攻略方法とおすすめビルドをご紹介していきたいと思います。ではまずねデス・ストーカーの攻略からいきましょう。デス・ストーカーは他の巨神と見た目も大きく違うし、まあ、攻撃方法とかねギミックもねかなり違うタイプですね。属性は毒属性で弱点は雷属性と貫通タイプになります。まあ始まったらね、まあ普通に前に行って普通にね、まあ他のここは巨神と同じようにね、まあガンガン撃ちましょう。とりあえずね、あのデスストーカーの近くにいるとリングが定期的に出てくるから、まあそれをね回避したり、まあそれの届かない距離で撃ちながらね、まあ V はねちょっと狙いづらいからこいつは、まあできればまあコアとか、あとまあ下のね羽の部分とかはね狙いやすいけど、まあ別にそこまでね V は狙わなくてもいいかなという感じです。でまあ定期的にねこの追尾、すごい追尾能力の高く障害物も貫通してくるようなねあのドクロ攻撃、骸骨攻撃をしてくるから、まあその辺は銃でね壊すかしないと、まあ本当に地獄の果てまでついてくるから、まあ割としかもねあの食らっちゃうとデバフももらうしなかなか痛いからね、できるだけ壊すようにしましょう。でいつものようにね暴走状態に入ると、まあ、無敵化するから、まあ、そこからねギミックを解除するんだけど、まあ、暴走状態に入るとね謎のねあのオブジェクト、まあ俺はパンデモニウムと呼んでるんだけど、謎のねアイアンメイデンみたいなねオブジェクトがね落ちてきて、でこの人形が暴走状態を解除するために必要なんだけど、人形は5つぐらいかな、多分5つか4つ、まあ5つかな、多分5つぐらい落ちてきて、でその中に1つだけあの顔を隠してるね人形オブジェクトがねあるんですよ。顔を手で覆ってるようなね、他のあの人形は不気味な笑みを浮かべてて笑ってるけど、1つだけね顔を隠してるんだよね。でその顔を隠してる人形を見つけて、その人形のサークル内に入るとあの他の人形は消えちゃうんだよね。消えてダミーが消えて、でそのサークル内に居続けることでサークルの細いところのねあの謎の文字がねどんどん広がっていって、それが一周することで暴走状態が解除されるという感じのギミックです。で間違ったね人形の中に入っちゃうと即時ね入った瞬間に大ダメージを受けちゃうから、違うね人形のサークル内には入らないようにしてね。でまあもう一つのギミックとしてはね、この時計みたいなね、またオブジェクトをね召喚してくるんだけど、これはね一定時間経つと絶対必中の攻撃かな、それをねみんなに飛ばしてくるから、まあこれもねあのサークルの中にいれば比較的簡単にこれは壊すことができるんだけど、まあこれは一人でも全然ね破壊することができます。これは正解とかなくて、まあ、全部壊した方がいいって感じかな、まあ、全部壊さないと、まあ、ダメージがそれだけ飛んでくるよっていう感じですね。でそしてねあの時計とかさっきのねあの人形とかのサークルをね破壊すると、まあ、浄化っていうねデバフを解除するバフが得られて、まあ、こいつの特徴である HP を半減するねあの力がデバフがあるんだけど、そのデバフを解除することができて、その失った HP を最大値を、まあ、元に戻すことができますね。 HP 半減にどんどんなって3回までね HP 半減デバフが蓄積して最終的にまあかなり少ない HP になってしまうから、もしね HP が普通にある場合は浄化で積極的にあの時計壊したりしてね浄化して、まあ、回復して HP をね維持するようにしましょう。まあ、基本的にギミックはこんな感じだから、あとはもうひたすらね攻撃、まあ、死なないようにしながら攻撃しまくるという感じですね。でまあこのボスで、まあ、一番結構重要かなと思うのはやっぱ死なないことだし、まあ、死なずに仲間が死んだら死なずにあの蘇生できるってことかな。やっぱりね事故ったりしてダウンする場合とか、まあ、HP 普通にあると結構ねあの死んじゃう可能性もあるけど、だからそういう場合にあの死んじゃった人を、まあ、自分が死なないビルドで
死なずに蘇生できるっていうのが結構いいかなと思います。まあ火力に関しては、まあ今までのねグラトニーとかね相当 HP があったけど、まあこいつはそこまでめちゃくちゃあの硬いってわけでもないから、まあ火力はまあまあみんなで集中すれば、死なないビルドでみんなで集中すればそれなりにダメージは出るかなという感じですね。意外とあの暴走状態も早くね解除できるしね、ギミックさえ分かってしまえば本当にねあのそこまでね大変っていう感じじゃないから、まあデスストーカーのね攻略方法は以上となります。まあ続いてはねおすすめビルドを紹介していきましょう。ではここからはおすすめビルドをご紹介していきたいと思います。まあさっき使ってたエイジャックスのビルドですね。モジュールはこんな感じで、肉体強化と圧倒的シールドによってシールドを上げてるという感じです。まあなんといってもねデスストーカーのね攻撃はね HP を半減にしてくるねデバフを使ってくるから、まあ HP はなくてもいいという感じですね。だから HP を1に固定してその分シールドを高めて、まあ防御力も高めることで耐久性を得て、そしてあのエイジャックスのね2番スキルのこのボイドウォークでシールドを回復するという感じですね。やっぱりまあシールドが高いだけだとねちょっとねあの回復する手段がないから、相手のね攻撃も頻繁に来るからなかなかね回復しづらいとは思うけど、まあこのボイドウォークの強化、ボイドウォークの跳躍強化で、まあ、シールドを回復できるから、まあ継続時間と、まあ、クールダウンが上回るようにしといて、継続時間がねでボイドウォークを強化版のボイドウォークを維持するという感じですね。であとはまあねスキルを維持するためのこのスキル維持とか、まあ HP 増やして、まあシールドをね上げて、でまあ防御とシールドも基本的には上げてる感じです。でまあちょっとね銃の攻撃力、エイジャックスはまあ射撃のねあれが火力がいまいちだから、まあちょっとでも底上げするという形ですね。まあ正直ねこのなんちゃってビルドでもあの結構余裕で耐えてたから、まあもうちょっとねちゃんと強化してればもっと余裕ですね。このエイジャックスはね、まあ、覚醒体を1つとそして触媒1つしか使ってなかったかな。なのでね、まあ、比較的簡単に作れるビルドかなと思います。そしてまあ武器はねまあ何でもいいっちゃ何でもいいんだけど、まあ俺はレガシー使ってますね。レガシーとで弾持ちをね維持するためにセカンダリとかをあの弾を維持するような弾変換と、まあ、武器交換速度とか弾薬の拡張とかねそういうのを入れてる感じですね。でリアクターも別に特に何でもいいっちゃ何でもいいけど、クールダウンと、まあ、継続時間アップかな。まあスキルの威力は、ね、別に何でもいいから、まあオプションでクールダウンと継続時間アップとかあればいいかなというところですね。で外装部品も、まあ、HP とか防御力を漏れるような感じの外装部品であればいいし、まあ絶滅だったら2セットで継続時間が上がるから、まあビルドのねあの成長が足りてなかったら、俺みたいに足りてなかったらこういうので継続時間を底上げしてという感じですね。まあ比較的ね簡単に作れるビルドだから、まあ誰でもやりやすいし、まあ他のキャラでもねあのカイルとか、まああとエンゾとか、まあシールド系のビルドだったら多分比較的誰でもいけるかなと思います。まあシールドを回復するね術があればね、まあモジュールとかでもそういうのがあったかもしれない。以上デスストーカーの攻略方法とおすすめビルドのご紹介でした。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。